はい、こんにちは。やってきました、ロボットショップ TV です。今回はですね、これソフトバンクで最近発表されたペッパーを作ろうと思います。材料はこちら、発泡スチロール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 、全部発泡スチロールです。じゃあ早速顔から作っていきましょう。手っ取り早い説明はね、いらないんですよ。そのまま工程をね、あ、もうすぐ顔半分も出来上がってんじゃないですか。まず顔っぽいですね。あの、もののけ姫ですね。あれだよね、こだまっていうの。で、ここからここから動画見た人はちょっとえぐい動画見たね。こういうのあるよね、雪国のドームの。なんかあれみたい、なんか鎌倉作ってるみたい。できました鎌倉。時間は限られてますからね。できました。お、結構早いな。これね、ブラウンスモーク透明、この形に入れましょう。こんな感じで、こんな感じでね、この目にこう入れるんですけど、これ入れる、こんな感じ、わかる、これ、この番組は NHK のワクワクさんのコーナーであります。お、なんかいい感じじゃないこれ。こういう感じだな。じゃじゃん。ここにこうやればペッパー。なんかこういう天使いるよね。こういう天使。ゴミついてるけど。こういう感じで。半分から、また首の部分を作ります。できました。なんか先にこっちにこうくっつけて、ここに左目に。そして、次は、右目。耳がなくなったぞ。耳？なくなった。あった、右耳。こんな相手、こんなところに。できた。チェリーン。もう結構。さこい。入る？痛い。どこですか？なんかすごい窮屈。痛い。早く閉めて。止めていいんですか？なんかこういう感じでね。いい感じで止めたらいいんです。うん。よいしょ。あのね。はい。自分のね、息でね、息っていうかね、息でね、はい、このね、画面のね、この目の部分がね、真っ白で何も見えなかったんだよね。首が絞められる。ここ止めない方がいいです？ああ、止めていいよ、止めて。じゃあ、こっち側向いて。あ、こんな感じでいいよ。痛い。おー、いいよ。こんな感じです。
あのね、苦しい設計ミスです。空気穴を作るの忘れました。それではまた、次のロボットショップ TV でお会いしましょう。まず頭を作ることが成功しました。空気って美味しい。